あいつ絶対やると思ってたんですよね。しかも耳とか尻尾とか生えてるし、近所の子か。でもこの状況って旗から見たら、せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。俺は何も見てないぞ、はあ、さっさと寝よう。やはり相当疲れておるようじゃの。ドアすり抜けて幽霊。ここまで溜まっておるとはな。お主、ご飯は食べないのかな。